テイルズオブジアビス、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ユリアシティにやってきたところからですね。テオちゃんに話しに行きましょうか。よし。会議室かな？会議室だっけ？あそこ。このなんか、ヒヨンって音がちょっと苦手なんだよね。苦手っていうのかな、あんまり得意じゃないっていうか、まあ一緒なんだけど。言ってることは何も変わらないんだけど。会議室か。なんか、なんだろうな。落ち着かない音がする。落ち着かない音がするって。両陛下から外郭第一降下作戦について一任された。正規についてはベルケンドにユリアシティの義士を送っている。お前たちはまず近くの振動を止めてもらいたい。ならシェリダンで準備がどうなってるか確認だな。シェリダンか。オッケー、行こう。シェリダンってどこだっけ？まあ、ワールドマップさんが、ね、我が秘剣ワールドマップさんがいるんで、全然ね、そういう迷ったりとか、迷うって何って感じなんで。そうだなぁ、これ。でも本当に、なんていうか、外郭台地を、下ろしてからが本番なのかな？てか、バーンが全然動きが見えないというか、動いてんのかどうかすらわからないっていうのが、怖いよね。何も考えずに、何もしてない、わけないもんな。あいつのことだから。めちゃくちゃ怖いんだけど。これ下ろすのも含めてあいつの策略だったらどうしようみたいな。あ、間違えた。罰で進むゲーム最近やったからさ。あれなんだよね、このゲームね。その辺あれだよね、いろんなゲームをやる弊害というかさ。楽しいんだけどさ。その分、何やってるか分からなくなってくるんだよ。何やってるか分かんないことはないな。あれ？どっから上がるんだっけ？どこだっけ？あの辺から行けるんだっけな。あそこだっけ？違うな。でもここから下行ったとこに、違うか、あれ、ケサドニアか。マップが見づらいこと見づらいこと。この上なしでございますな。ちょっと上か。そうだな。こっちだ。ここじゃない。このなんか変な色になってるとこ。あれ？ここじゃない。どこだ？やっぱそうだよね。ケセドニアだよね、ここね。どっから上がるんだっけ。あれ、シェリダン、シェリダン上だよね。まずそっからなんだけど。そうだよね、ユリアシティ。これでもそうだよね、これ。え、でもここじゃないのかな。ここだった気がするんだけど。あれ？ここら辺じゃないのかな？あ、ここだ。ここだわ。めっちゃ迷ったな。
わかんなくなるよね、こういうの。で、どこ行くんだっけ？シェリダンか。南西か。南西だからこっちか。これ全部本当に下ろして大丈夫なのかな。よし、これで近くに降りれるよね。あれ、あ、危なっ。ちょ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 、よいしょ。 ちゃんとあれ、この辺降りれないのかな。斜めだからか、全然降りれないんだけど。え、バツだよね。あ、ここか。え、そんなギリなあれある。よし、集会所。おお、パルタロスの改造は終わったぞい。さすが。そうか、さすがだな。おお、年寄りをなめるなよ、ペロ。タルタロスはシェリダン校につけてある。あとはオールドラント大会を渡ってアクゼリウス崩落跡へ行くだけさ。そこから近くに突入するんだよ。ただ注意点がいくつかあるぞい。作戦中、飛翔機や星の圧力を防ぐためタルタロスは不術障壁を発動する。不術障壁、これは大変な負荷がかかるのでな。約130時間で消滅してしまう。意外と持つな。5日ちょい持つのか。130時間って随分半端だな。負荷が強すぎるんでな。ここからアクゼルスへ航行して近くまでたどり着く時間を逆算し、なんとか運気感を持たせてるんじゃ。それと高出力での不術障壁発動には補助機関が必要なんだよ。あんたたちが近く突入作戦を開始すると決めたら、あたしらがここからのろしを上げる。すると港で控えているアストンが不術障壁を発動してくれる。つまり俺たちがこの町を出発する瞬間から限られた時間も消費されていくってことだな。迷えないじゃん。ここからアクゼルスまではタルタロスで約5日、近く突入から脱出までを10時間弱で行えということか。これは厳しい。ほんの少しの遅れや失敗も命取りってことで。脱出はアルビオールで行う。そのために圧力を中和する音機関を取り付けねばならん。作戦を開始すると決めたらアルビオールはこちらで港に送る。音機関を取り付けたらアストンがタルタロスの格納庫に入れておいてくれるよ。じゃあ作戦が始まるとアルビオールは使えないんだね。そうさ、そうなってからじゃ他の町に買い物へ行くこともできないよ。だからやり残しがないかよく考えてから作戦を始めとくれ。え、マジで最後かこれ。しゃ、わかったら準備をしてくるんじゃ。出発できるようになったらわしに声をかけてくれ。あ、そうかい。いや、まあ別にいいけど、いっけどさ。もうあとはタルタロスを近くに運んで振動を中和するだけだな。ああ、いよいよだな。限られた時間内の行動です。何が起こるかも予測できません。やり残したことはありませんか。もう大佐、脅さないでくださいよ。いえ、本当のことです。作戦を開始すればアルビオールも使用できませんからね。でも急がなくてはいけないのではなくって。
せいてはことを子孫じると言いますからね。準備もそうだけど、作戦を始める前にちゃんと気持ちを整理しなさいということですか。分かったよ、そうする。後悔しないためにも。ええ、そうなさい。ジェイド、本当にいい大人だよね。行こう。せいて行こうぜ。さてどうする？作戦を始めるかの？うん。ああ、出発する。ああ、出発する。近く到達後、タルタロスの振動装置を起動させたら、アルビオールでタルタロスの甲板上に移動しとくれ。甲板に上昇気流を生み出す布陣が書かれてある。それを補充出力にして脱出するんじゃ。アルビオールの圧力中和装置も3時間ほどしか持たないよ。厳しいな。急いで脱出してくれないとペシャコになるぞい。何から何まで命がけか。のろしが上がりました。港も準備完了のようじゃ。さあ見送るぞい。行きましょう、ルーク。今は1分1秒が欲しいわ。ああ。よし、行こう。なんか感慨深いな。最初ほんとバラバラだったもんな、みんな。リグレット教官、スピノザも言っていたが、ベルケンドの研究者どもが逃げ込む先はシェリダンだという噂は本当だったか。そこをどけ。お前たちを行かせるわけにはいかない。近くを静止状態にされては困る。港もオラクル騎士団が制圧した。無駄な抵抗はやめて武器を捨てろ。たまら、やれ。あいよ。今じゃ、めちゃくちゃ物騒なことしてんな。けど奴らにタルタルスを沈められたら、あたしらの仕事が無駄になるよ。時間がない、早くせんか。行かせるか。ひるむな。狭い町中ではネクロマンサーといえども不術を使えない。ジェイド、無理です。マーキングのない一般人が多すぎる。邪魔だ。よあ、イエモン。イエモンさん、ジジイ、なんてこと。あたしら年寄りのことよりやるべきことがあるでしょ。ダマラ、すげえよな。めちゃくちゃ怖いんだけど、この人だけ使ってる武器。さっさと行かんか。行きましょう、早く。ルーク、一歩も移動してない状態なんだけど。すげえ数いるな。行かせません。タルタロスには俺の手も入ってるんだ。邪魔させるか。ルーク様、ラタリア殿下、北の出口が手薄です。急いで。うわ、ま、くそ。来たか。来たって出口あったっけ。まあいいか。え、でも来たからって、そうか、シェリダンコ、外一回通んのか。そっか、そっ、全然手薄じゃないよ。女だからってバカにしないで。危ないですわ、おやめなさい。いいんです、それより時間がありません、早く。胸が痛い。これ
どこ行けばいいの？八方塞がりなんですけど。え？でもだってこ大丈夫か？早く早くって言われてもな。え、どこ行くのこれ？こっちかい？海に落としてやるわ。ここは俺たちが。さあ早く。ごめんなさい。犠牲にしても全世界を救うためなら仕方ないのかな。なんか なんだろうな。ベルセリアの子より善の考え方で動いてるっていうか、脱出ってどっからするんだろうっていうのがすごい今気になってるんだけど、何ここ知らないとこなんだけど。な、何事ですか？よく来てくれました。オラクルが町のみんなを襲ってる。町のみんなを頼みますよ。了解。さあ急ぎましょう。時間がどんどん足りなくなります。行くしかないのか。奴らを追え。うわ、ばあちゃん。港の兵と挟み撃ちにする。民間人がしゃしゃり出てくるからだ。恵みと恵みの最初で最後の共同作品じゃ。頼むぞ。よく。民間人を手にかけるなんて。平和条約の時には妨害してこなかったのに。首席総長の目的にとって平和条約なんてどうでもよかったってこと？そうでしょうね。くそ、この肝心な時にアッシュのやつは何してんだ。いないやつのことなんて気にしてらんないよ。そうね、イエモンさんたちの行動を無駄にしないためにも一刻も早くタルタロスに。私たちは失敗できないのだから。上がってる。はい、ということでここで一旦区切って、次回シェリダンのシェリダン校かまで行きましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。